ただいまっとワンコです。今回はダイソー置き時計シリーズ第4弾としてデジタル温室時計置きかけ兼用をご紹介したいと思います。ダイソーネットストアで見かけたなぜか売る気のないデジタル時計が1点、ネットになくても店舗にしっかりとあったので興味本位で購入。前回の時計の後継機なのかと思わせるような作りに感服するワンコ。動画が良ければいいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。さて改めて今回は机の上やインテリアとして時刻を見る置き時計シリーズの第4弾として同社で税込み価格550円で販売されているデジタル温室時計置きかけ兼用をご紹介したいと思います。早速箱から取り出してみると時計本体と説明書が出てきました。中身はこの2点だけですね。説明書は A4 サイズ横書きで表面が日本語で、こちら裏面が英語とスペイン語が表記されています。そして液晶画面にはしっかりと保護シールがついていました。傷がつかないような配慮は嬉しいですね。こちら初見ですが結構厚みがあって上部には操作系のボタンが集中しています。どっしりとした重厚感こそ感じました。シンプルに使いやすそうですね。サイズですが iPhone 15 Pro と比べると約半分より少し大きい感じ。縦も横もこのような感じです。あんまり比較になってないな。またタバコの箱で比べるとタバコ約 1.5 倍ほどの大きさとなっています。また横幅はほぼ同じくらいでしょうか。こんな感じです。実寸サイズは縦9センチ横 9.6 センチ厚さが 2.5 センチ、そして重さが約 105g、 単4電池1本を入れて約 116g ほどとなっています。そして材質は ABS 樹脂のほか、また電池は単4電池1本使用、アルカリやマンガンとも書いていないのでどちらでも良さそうです。ただし充電式の電池は本体に不具合の可能性があるので使用はできません。まずは電池をセットしていきましょう。蓋のくぼみに爪をかけて押し込みつつ上に上げると蓋が開きます。電池をセットする際はプラスとマイナスを間違えないように気をつけてください。電池を入れるとピッとなり液晶画面が出てくるのを確認。正しくセットできたようです。では使い方の説明の前に詳しく見ていきましょう。こちらダイソーの商品で値段が税込み価格550円、商品名がデジタル温室時計置きかけ兼用となっています。機能はアラームやスヌーズのほかカレンダーや温度と湿度などの機能があります。また箱には書いていませんが時報機能や12時24時切り替え表示、そして最高気温や湿度、最低温度や湿度の表示もあります。箱の裏面には用途や注意事項が書かれています。では本体を見ていきましょう。本体の液晶画面は上から温度と湿度、中段に時計、下段にカレンダーという画面構成になっています。液晶のサイズは縦 6.5 センチ横 7.4 センチ、本体のベゼル部分は上と左右は約1センチで下の方は約 1.4 センチほどとなっています。また文字のサイズなどは以下の通りとなっています。ですが詳しくは使い方に説明を譲りますが、550円という格安な時計の割にはかなり多機能な置き時計となっています。またスタンドの角度は約65度ほど、本体上部には向かって左からモードボタン、スヌーズボタン、
プラスマイナスボタンがあり、上部で細かな設定が全てできるようになっています。そして裏面には両サイドに音や空気用の穴、その真ん中に壁掛け用の穴があり、ここに突起物を当てて引っ掛けることもできます。そして中央部分には電池ボックスがあり、ここには太陽電池1本入ります。そして一番下にはスタンドがあり、このスタンドを立てると目線上に時計の液晶画面が来る感じです。さてここからは使い方を説明させていただきます。まずは時刻とカレンダーを合わせていきましょう。本体上部のモードボタンを長押しをすると時が点滅します。プラスマイナスボタンで時刻を合わせます。もう一度モードボタンを押して確定すると、次に分が点滅するので、同様にプラスマイナスボタンで分を合わせ、モードボタンで確定していきます。時刻設定を終えるとカレンダーの設定へと移り、同じように設定して時刻を合わせていきます。液晶が時刻表示の時にプラスボタンを長押しをすると12時24時間表記の切り替えができます。プラスボタンを長押しということですね。時報を設定する場合、液晶が時刻表示の時に今度はマイナスボタンを長押しをすると時報のマークが点灯します。時報を消したい場合は同様にマイナスボタンを長押しをすると時報マークが消えます。時刻表示の時にモードボタンを押すとアラームマークが約10秒間出てくるので、その間にもう一度モードボタンを長押しをするとアラームの時刻が点滅します。それぞれプラスマイナスボタンでアラーム時刻の時を選択し、モードボタンで確定。同じく分もプラスマイナスボタンで選択し、モードボタンを押して確定します。確定させたら次はアラームのオンオフです。時刻表示の時にモードボタンを押してアラーム設定時刻を表示させてから、プラスボタンを押すとアラームマークが点灯します。もう一度押すとアラームマークが消灯します。アラームが鳴っている時にスヌーズボタンを押すと一旦止まり、スヌーズマークが表示され、約5分後にアラームが繰り返しになります。スヌーズを解除する場合はスヌーズボタン以外のボタンを押すことで止まります。時刻表示の時にマイナスボタンを押していくと最高温度、湿度が表示されます。さらにボタンを押すと最低温度、湿度、そして通常表示と切り替わっていきます。最後に温度と湿度にある矢印があります。これは温湿度の変化を表示しており、前日のデータと照合し、温度計が温度差がプラス1度上がった場合は上向きに、逆にマイナス1度下がった場合は下向きになります。プラスマイナス1度以内なら平行線となります。同様に湿度計は湿度がプラスマイナス 3% を超えたり下った場合に上げ下げのマークがつきます。まずアラーム時刻になるとアラームが以下のようになります。0秒から10秒がピッピッピッ、10秒から20秒が、20秒から30秒が、そして30秒以降、
アラームは2分間鳴り続け、その後は自動的に止まります。ただしスヌーズにはなりません。ではワンコが数日間実際に使用してみた感想ですが、この時計にはバックライトがないので、夜や暗い場所だと時刻が分かりません。明るいところや照明の下での使用に限定されそうです。なお以前ご紹介した温湿度付きデジタル時計やミラーデジタル時計にはバックライトや文字が光るものもあるので、寝室や暗い場所で時計を確認したい時などはこちらの時計をおすすめします。最高最低温湿度のマックスやミニマムの表示や矢印が小さすぎてわからないこと、もはやハズキルーペをかけてる人ぐらいしかわからんレベルです。もう少し大きくしてもらえるとありがたいんですけどね。アラームを止めるとき、本体上部にボタンがあるので、モードボタンかプラスマイナスボタンを押せばアラームが止まるのですが、スヌーズ機能を使いたいときは真ん中にあるので、間違えて両端のボタンを押すとアラームが止まってしまうので、スヌーズ機能を使用するにはちょっと面倒です。スヌーズボタンこそ微妙な位置にありますが、アラームを消すときに時計上部にボタンがあるのはありがたいですね。またレイアウトがしっかりしていて、時刻の文字が大きくシンプルに見やすいこと、時刻だけではなく格安の時計で温度や湿度も分かるのは非常に便利だと思いました。電波時計ではないので時計が狂ってくるのは仕方ありませんが、550円という格安な値段な上、機能も結構充実しているのでコスパ的に非常にありがたいですね。ダイソーデジタル温湿時計置きかけ兼用、格安な時計ですが存在感はなかなかのものでした。